イ・シェイムラーです。結婚式やパーティーではドレスに合わせてメイクを華やかにしたいですよね。今回はパーティーで映える目尻につけるアイラッシュの付け方をご紹介します。まず、のりをつける前に、つけまつげの乗せる位置を確認していきます。つけまつげはですね、指で乗せるよりもこういったピンセットを使うことによって目のキュアが見えやすく、よりつけやすくなりますので、こちらを使っていきます。では下を見ます。今回は目尻側のタイプになりますので、目尻から合わせていきます。こちらですね。確認ができましたら一回外していきます。で、のりを手をつけまつげの方につけていきます。一回ですね、こういった手の甲などにのりを出していただきまして、綿棒やピンセットの裏の方を使ってまつげの根元の方に乗せていきます。で、目尻側に置きましたら、つけまつげと地まつげをですね、指で挟みながらぐーっと仕込んでいってなじませていきます。目を開けていただいてよろしいですか。で、つけまつげをつけましたら、こちらのですね、アイライナーの方で境目の方をぼかしながら伸ばしていきます。はい、完成です。シェイムラではナチュラルから部分使い、ゴージャスなタイプまで豊富なバリエーションでつけまつげをご用意しておりますので、ぜひ店頭の方にもお立ち寄りくださいませ。